はい、おはようございます。おはようございます、はい、DIY ドラッグの鉄でございます。はい、相変わらず床下の作業をやっております。今日一番やりたいのはここ床下収納なんですが、はい、はい、それまでちょっとね、動画にしてないこれまでのちょっと話をもう一つしようかと思います。はい、この間ね、冷蔵庫を置く予定の場所の床下を補強しましたが、はい、ここもちょっと補強しました。あれですね、この3本がもともとあって、この2本ちょっとね幅が狭いんですけども、結構なんか硬い木材で補強したんですが、ここは何で補強したかって言ったら、この階段の下ね、ダン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 、階段下のところ降りてきて、こうダンと降りるとこなんで、うん、特にこっち方向に降りるんじゃないかなってことで、これちょっと強化しました。はい、っていうのもですね、思い出話がありまして、実家に住んでた、古い方の家かな、住んでた時に、うん、ちょうどこの階段の下がもうベカベカになっちゃったんですよね。いい、なんかあれはフローリングとか、まあ、板間がもうベカベカになっちゃって、それはね、誰かさんが階段からこう三段抜かしとかでダーン飛び降りたので夢を戻りましてはい、私と兄貴です。はい、おやじおふくろ、その先生はどうもすいませんでした壊したのは俺と兄貴です。はい、というわけで、その同じようにならないように今回補強しました。はい、もう補強してね、持つのかどうかわかんないんだけども、フローリングがたわんで傷むとかってそういうのもあるのかなと思って補強してみて、本当はなんか耐震のやつとかあるんでしょうが、今回こんな感じで、はい、動画に撮ってませんが補強しました。というわけで今日の作業だ。よし、はい、というわけで話が戻りまして、今回はね、ここに床下収納を作ろうかと思います。はい、でもともとここに1箇所床下収納があったんですよ。もうそれで隅は話は良かったんですけども、もう一個床下収納2つ欲しいよねってことになりまして、2つに増設することになったんですよ。なったんですね。で、床を履いてみたら、はい、あらびっくりここにももう一箇所の床下収納の跡があったんですよね。うん、ここに枠があって、なんだこれでいけるじゃんと思ったんですけども、その閉じて取ればいけるんじゃないかと思ったんですけども、これがまた微妙な位置でこの基礎に当たるわ、なんかもういろいろ不具合あるわ、なんか歪んでるわってことで、これはもともとね、こうついたのかな、ついたんですけども、なんかいろいろ微妙に板を足して、なんか寸法をギチギチにやってて、高さも合ってなくていろいろあったんで取っちゃいました。切ってバカーンって取っちゃって、まあ今こんなすっきりしちゃってるんですけども、というわけでもう中途半端に寸法を直すぐらいならもう心臓したろうってことで材木買ってまいりました。はい、布団買ってきました。床下収納、よいしょ。床下収納庫、ノックダウン式収納庫、ノックダウンって意味がよく分かってないんですが、これ606角の床下収納買ってまいりまして、これからこれ取り付けてまいります。はい、半日内に終わらせたいな。そうだね。でもこれもうここまでまっさらになったので、あとは枠を作ればいいので、まあかえって気が楽かなと。というわけでサクサク作業やっていきましょう。はい、はい、というわけで、はい、プラモデル得意のサトシ君にお願いします。父ちゃんは苦手です。いや、はい、少子に組み立て方が書いてまして、でこっちにこれがあるんだね。床下材料が全部書いております。これに順次で買ってきたので、さあ組み立てますか。これを溝にんパコッとはみ込んで、んどっちか、あ、こっちだ。よし、あ、これが、1、2、6、5、こっちもそうかな、1、2、6、5で合ってるかな、両方が1266、ちょっと合わせちゃうね。じゃあ1265だ。まず12651本切ります。はい、今ちょっとね、鉛筆がどっか行ったから1265、はい、1265だね。なんか仕事してるみたい OK、 こいつで切ります。結構大変、できました。入ってます。箱入り息子。
一本目引き止め、うん、よし、いい感じです。取れてくれ。よし、じゃあ一本切ろう。はい、はい、さあ、これちょっと悩みどころなんですけどもね、最初こっちにぴったりくっつけて友締めしようかと思ったんですが、でもなんか位置的にこっちの方がなんか気分的にすっきり、見た目がすっきりするからこっちにしようかなと思うんだけども、こっちもそんな強くないからどうしよう、なんかで連結しようかな。今だったらね、自由に形変えられるんでね、悩みます。はい、ということでこれまず仮止めいたしました。はい、で、ここからよ、問題はですね、はい、これのちょっと体格が怪しいので、もう計算で寸法を出していきます。まずこの1点決めたから、で、床下収納の開口部が606角のその2つ分なんですけども、はい、それちょっと金具の分を入れて開口部を610で考えて、で、これ610のところマジックマジック若干線がちょっとダブっちゃったけど、ここね、610。じゃあこれでいこう。体格計算しましたら、1265の610の体格だと、出したのが1404つうわけで、これをここに合わせて0に合わせ、0に、まあ厳密に100だけどな、1404、ここここえいはい、それでこう遠くからとしますと、はい、リュック今の質問、なぜ2つの板を使うの？これでしょ？うん、あとこれ高さはちょっとめんどくさいじゃん。うん、これだと寸法出るでしょ。なるほど、これで融雪器持ってくるからジェーってやれば完璧なんだけどね。なるほど、燃えるね。それが使えません。はい、はい、やっていこう。よし、これ30だから6ミリだ、640だね。640でペッペッペッ、で、これが一応寸法になるはず。610、 OK。 これ計算上はここが、あ、これちなみに100足してるから1404になるはずなんだけど、いかないね。あら、ちゅうことはこの2本のこれが平行ではないということになる。というわけで、これが610で開口するから、この角材がここに入るわけなので、ということはこれが長いわけだから、彼らをここで落とす。なるほど、ピッ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 、これでこれを落とせば OK。よし、行きましょう。はい、はい、ちなみになんで1回で切らなかったかっていうと、この太さを丸のこに切るのが怖かったからです。入れてみます。はい、若干ドキドキするけど、おいね、おお。大丈夫だよ。よし、これでお湯がスポッと入るはず。入れないわけないんだけど、よいしょ、おお。下が当たってるね。あ、もうちょい掘んないと。やっぱ浅いね。あ、ただこれね、コンパネと、うん、はい、これね、あとね、コンパネとあとフローリング部分、これが上がるから、だから高さ的には、まあでももうちょい掘った方がいいな。まあもうちょっと地面を掘ります。はい、家の中でスコップ使うことになろうとはね、この深さがいいかな、ね、OK。 丸のこ使ったらエレアコになったんで、お掃除お掃除。ちょうどジャストサイズ。あ、便利便利、すげえすげえ。はい、というわけで、あと最後のこれ真ん中にね、釘の板を入れれば、角材を入れればいいんですが、はい、いろいろやりました。このね、寸法がね、ぴったりの角材が実はなくて、この角材をこう薄くスライスして、こういうの作りました。はい、結構丸のこって、慣れてくると便利です。これ上手くなりたいね。はい、これすごく上手くなりたいって今初めて思った。というわけで、これを入れていきます。はい、なんとか。こんな感じにできました。はい、できました。なんだかんだ苦戦しましたが、まずこっち、カポで、こっち、よいしょ、第2、第2カポ、第2カポ、これがね、意外とね、大変だったね。
あのですね、そう、最初はタイパク出てるはずなんだけども、はい、この金具でこうドリルを締めると引っ張られてウィン、こっちをつけてウィン、三角つけたらもうウィンってわけわかんなくなってくるのよ、これね。いや難しいです、はい、だからこれなんか本当は正しい順番あるんでしょうね、多分ね、こういう風に締めてた方がいいとかあるんでしょうけども、そもそも金具のあの穴のとテーパーになってるから、それ本当まっすぐ入ってるんだけど、ちょっと斜めったらそれ金具がグイッグイッて動いちゃうから、このね、高さがずれたりとか、そんなことでもう何時間やってんだろう、すごい苦戦しました、はい、おかげさまで。ちょっと深さが不安ではあるんだけども、まあ、こっからさらに高くなるから、おっと、おい、こんな感じで OK ではないでしょうか。はい、受けさんと忘れてました。はい、受けさん、これを一箇所に4本ずつ切ってこの中に入れます。はい、で、これがこのこいつの受けになると。おー、これがないとね、大変なことになる、これが曲がっちゃう。あ、特に急遽これ作ります。やべえ。はい、フローリング貼った時の床面から31ミリのところにこの受け竿をつけるとのことなので、使う予定のフローリングが15ミリ、で下地のコンパニが12だから合計3、ん、それであと31にすると4ミリ下がったところにつけていきます。はい、というわけでスタンバイ完了。じゃあ一気にいってみましょう。はい、じゃあというわけでも毛書き入れてんだけど5ミリってこんなもんか。5ミリじゃない、4ミリだ。4ミリこんなもんか。浅いね。これ、いきなりドリルだと怖いから。これで。あ、ずれないでいけそうだね。よし、ドリル使ってみますか。よかった。もうちょっと。おい。ベジに乗っけてみます。乗っけます。あ、こんなもんだったんだね。なんじゃー。で、これでフローリング12ミリに、あ、フローリング15に、あれが12だから、27。OK だね。OK ですな。よし、OK。はい、今度こそ。OK でしょう。どうでしょう？ OK だな、これで。まあ、もうこれ、入るのは間違いない。あと、これの裏のところ。これで、一緒にすれば、これでもう。完璧に入ると、はい、この高さが結構高くなるから、お、大丈夫だね。だね。オッケー。いやー、長い。いや、でもですね、時間食ったんですけども、うん、なんだろう、あの前のなんていうの、結構継ぎはぎな感じのやつよりも、なんだろう、自分で作ると多少出来が悪くても可愛い。どんどんこの床下が可愛くなってきました。ただこれね、ここら辺が若干強度が弱い気がするので、まだこれうまい場所見つけて、これでなんていうんだろう、これ土台じゃないよな、なんか補強庫入れて、それずっと入れとくの。そうこれで、ただ正しい使い方よくわかんないんですけど、それ車上げるやつかと思ったよ。違うジャッキではない、多分ビス止めするんじゃないかな。おちょっと入れてんだよ、と思う。でも重たい、強いけどもね、うん、まあそんな感じで、はい、はい、というわけでまだまだ続きますけども、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで防湿シート引きました。こんな感じ。これいくとなんか急に雰囲気変わるよね。やったって感じがね。やったなんだすごい。というわけでこれで調湿剤を撒いて、はい、若干ものがちょっと少なめなので、まあ薄めにやって、前最初に入った時の印象として、ここら辺とそっちの方ね、がすごい湿気が多かったから、そっちの方をここら辺か、うん、若干多めに、ここら辺が湿気がすごかったからね、うん、それが一番やばいところで、これやっとけばまあ湿気は変わらない。どうなんだろうね、どれくらい効果かちょっと分かんないけど、まあ、期待しましょう。はい、はい、パパ、これで OK です。ありがとうございました。